い、いろいろと恐ろしい映画、真に迫る映画を紹介していただいてましたけれども、はい、今日はいかがでしょうか。はい、今日は社会問題ですね。今日は社会問題、はい、はい、学級崩壊をテーマにした。学級崩壊、はい、じゃあ学校、学園もの。あ、学園ものです、はい。あ、こちらですね、クラスオブ1999処刑教室2。処刑教室2ってことは1がある。処刑教室ってご覧になったことあります？なんかね、見たことがあるような気もしないでもない、はい、なんか学校に入るときに出入り口でなんか金属探知機みたいな。あ、そういうシーンなくなったなと覚えてます。 あります、はい、ええ、そのやっぱアメリカってやっぱり、まあね、日本よりもは、まあ、今はちょっとあれですけど、当時やっぱその治安が悪かった時とかも普通にあったわけじゃないですかっていうので、でその処刑教室っていうのは、まあ、タイトルはその日本のタイトルは仰々しいんですけれども、うん、まあ、もう真面目な映画ですよね。熱血者といいますか、うん、まあ、その、まあ、こう荒れた高校に主人公の、若い教師が赴任してきて、でそこでは今度完全に荒れてて、なんかちょっとギャングみたいなの見たりとかして、でもそれでもこうなんか俺はこいつら更生させるんだみたいな形で、最後はどんどんバイオレンスみたいな感じなのは全然いい話じゃないんですけれども、っていうなんかまともな映画があったんですね。でこれは、まあ、勝手に処刑教室2って書いてますけど、全然関係ないです、はい、処刑教室1とは全く関係ないです、はい、もう勝手に2って言ってるわけです。スタッフも関係ない。あれですね、監督がマーク・エル・エッサーと同じですね。あ、監督は一緒、はい、だけど内容は別につながってるわけじゃないと。そうですね、うん、だからマーク・エル・エッサーはあれですよ、コマンドの人ですね。うーん、シュラツネッガーと。じゃあコマンド的なことが展開される。あ、もう展開される。じゃあ割と教育ものとして始まりながらも最後は打ちまくるみたいな。そうですね、はい、だから結構こういうシーンは出てくるんですか。あ、出てきます、はい、だって処刑教室で要は金八先生ですよ、言ってしまう。それがいきなりこんなターミネーターみたいな。あ、1作目では教えてたの、2作目では殺してるみたいな。そうですね、うん、続編でいきなりなんか SF バイオレンスになるみたいな感じ。あ、マッドマックスみたいな感じになるような、はい。はい、でここタイトルがこの、まあ、処刑教室2というかクラスオブ1999ですね、はいはい、これはまあタイトルなんですけども、あ、クラスオブ1919っていうタイトルがなってますけれども、だからその、まあ、これもちろん今から言ったら1999年でも過去ですけど、これが作られたのは90年ですね。だからまあ未来、近未来、近未来舞台 SF です、はい、でじゃあこれ設定がちょっとまあややこしいので、まあ改めて読みますけれども、まあそのまあ、世紀末の全米のある都市にこうウォーゾーンと呼ばれる自由発砲地域っていうのが設定されるんですよ。あ、でも何があっても銃勝手に撃っていいとっていうのは、それは別に一般の人も撃っていいと。あ、そうそうそう、はい、で警察の介入とかもなくて、もう好きにもう紫外線とか何やっても、いやもう力だけは支配する世界みたいな、だからバイオレンスジャックみたいな世界がそこで作られてきてるんですね、うん、そこに学校があるって言ってるのおかしいんですけど、うん、でも一応学校が、だから一応町として機能はしてるんです。変な話なんですけど、でもその中でみんな武装して戦いあってもいいみたいなので、はい、長いもの漫画でもそんなあったじゃないですか。あ、あれもなんかタイトル忘れましたけど、ご存じですか、花っぺバズカみたいな。あ、いや、もうちょっとなんかバイオレンス寄りなんですけれども、うん、なんかみんな銃で武装してて、好きになんかもう銃で撃ち合ってもいいみたいな、でも一応学校では成立してるみたいな形の、そういう、あとあれですね、それ僕が言ったのはまた別ですから、なんか学園退屈男もそんな感じじゃないですか。あ、まあ、そういうような、まあ、設定がまず前提である、まあ、それぞれ無理があるんですけれども、でただそういう設定なので、でその生徒たちが本当にもうギャングみたいな感じでもう暴れて、全然横で聞かないんですよね、うん、先生の、当たり前ですけど、でどうしようって言って、でそのためにその学校が派遣してきたのが3人のスーパーティーチャーですね、うん、でこのスーパーティーチャーたちっていうのが、この書いてますね、なんかその究極の不良生徒鎮圧強制教師たちだっていうふうに、でそれがこの教師、まあアンドロイドなんですけど、人間じゃなくて、うん、ああ、アンドロイド先生なんですね、はい。でそのアンドロイドがすごい強いので、うん、もう簡単に不良みたいなひとひねりにして、うん、お尻ペンペンとかしたりとかして、でなんかもう、あ、もうすごいみたいな感じ、あ、こんなもん逆らえねえわみたいな風になるんですけれども、うん、でまあもともとはあくまでちゃんとこう学校の教師用のロボだったんですけれども、うん、でも実はもともとはなんか軍事用に開発されていたとか、そういうので、でだんだんちょっとこう回路がおかしくなっていって、だから本来だとこんな武装してるとは思ってなかったんですよ、うん、雇った学校の側も、うん、でも実はなんかその軍事用だったらしいっていう風になって、うん、でおかしくなっていって大暴れするわけですね。
でこう本当に生徒たち命を狙うようになって、で最後はこう学校を戦場にして、生徒たちもなんかのバズーカ砲とかバイクとかで武装とかして、うん、学校を戦場として戦うみたいな、うん、むちゃくちゃな映画ですねこれは。で、これですね、マルコン・マクダウェル、うん、ですか、時計仕掛けのオレンジの人ですか、はい、あのバキバキの見つけ、はい、あの人がこの学校の校長か教頭で出てくるんですね。今度は先生側なんですね、はい、であんなって言っちゃいけないですけど、はい、あんな時計仕掛けのオレンジのアレックスが、うん、校長をやってる学校って時点でまともな学校なわけないじゃん。学校自体がまともじゃないと、ね、そうです、ね、まあだからそういったギャグみたいなもんですね、言ってしまえばね、ちょっとコメディタッチもあるんですか。そうですね、明らかな笑わせるじゃないですけれども、うん、まあ多分これ実際映画館ではいわゆる映画祭とかで流してみんなでわーとか言いながら、多分なんか笑いながら、いい意味ですよ、いい意味で笑いながら、まあ、見るような映画だったんだろうなとは、うん、思うんですけれども、というようなところですね。で最後の本当にこう、まあ、戦いあって、まあ、みたいな形のね、まあ、普通にアクションがすっごいよくできてるわけですよ、うん、まあ、マーク・エルサー原作、あの監督やってるっていうところもありますので、非常にこう見せる映画になってまして、で、あとこれあれですね、ちょっとパッケージは見づらいですね、この3人、そのスーパーティーチャーがいるんですけども、はい、で、ここにあの女性ですね、この黒人の女性が1人いるんですよ、はいはい、この人はパム・グリアですね、この人は。タランティーノが大好きなジャッキー・ブラウンとか出た人ですね、はい。っていうようなところもあるので、本当にその、まあ、タランティーノみたいなもの、映画ファンも、映画オタク向けの映画ですよっていう。それで、このパッケージで、クラスオブ1999処刑教育2って来て、うん、ね、もう誰が見るんだって言ったら、もう決まってるじゃないですかっていうところですね。そういう意味ではもう分かりやすい、巡り合いやすい映画っていうか。まあ、分かりやすいですね、うん、はい。だからもう、内容的には、だからターミネーターとロボコップを足して学園ものにしたっていうのも、90年、うん、あれか90年だから、そうですね、ターミネーター2より前だけど、1より後ですね。うん、このビデオパッケージも書いてますね。ターミネーターの非常さとロボコップの最新兵器を兼ね備えた究極の武装教師たちっていう、はい、というところで、これは非常に、まあ、面白い映画でして、 で実はこの映画さらに続編があるんですよ。え、処刑教師3があるんですか。そうですね、3というか、はい、なんかタイトルもなんか全然違うような感じで、話はあんま関係ないんですけれども、一応まあ、同じようなこう、まあ、アンドロイドものっていうぐらいなんですけれども、うん、だからあれが多分それももしかしたら放題が似たような形でしてるだけで、全然現代はもはや関係なかったのかもしれないんですけれども、でそれは主人公がまあ、アンドロイドなんですね。で主人公はアンドロイドで、どっちかというとアクションっていうよりはちょっとまあ人間ドラマ的な感じで、主人公はアンドロイドで、であるなんか人間のなんか女性と知り合って、主人公も男のアンドロイドなんですけど、でなんかこう心を通わせていって、ちょっと人間の心を取り戻していくみたいな、そういう話なんですね。で最後の方にちょっとひねりがあるっていうか、面白いのが、うん、そのですね、自分がアンドロイドなんですね。で俺はアンドロイドだって言ったんですけど、最後にその秘密が明かされるんですよね。でその秘密っていうのは、実は主人公はアンドロイドじゃなくて人間だったっていうことですね、うん、だから自分をアンドロイドだと思い続けてた人だったっていう、逆はよくあるじゃないですか、うん、人間だと自分を思い続けた、実はロボットだったって、うん、そんなのプライドもあるけど、うん、自分がそのアンドロイドと思い続けてたけど、実はただの人間だったって、これってまあそのアイデアだけで、あ、面白いなって。うーん、他はそのありますって、なんかいやあんまり聞いたことない、ね、まあ多分成立しないからだと思うんですけど、単純にそんなの宇宙人だと思い込んで地球人だったっていうのはありますけどね。あ、そうです、それありますね。未来人だと思い込んでるとか、あの魔女だと思い込んでる人とかいますけど、そうなんですよ、自分をアンドロイドだと思い込んで、じゃあ飯とかどうしてんだとかあるんですけれども、どうして思い込めたのか、そうだからツッコミどころしかない、だからまあ誰もそのアイデア やんないんでしょうけど、そんなに成立しないから、はい、それが面白かったですね。はあって形で、だからアホーマンスの逆みたいな感じあ、はい、というようなところで、まあそれは別にこの映画ではね、関係ないんですけれども、やっぱそのこれは90年の映画なんですけれども、この学校が戦場になるっていうところは、やっぱりもうファンタジーだと思うんですよね、一種の。ちょっと前もこのね、これで取り上げた V マドンナ大戦争、ね、まあ、なんかまさしくそうです。あれも90年代前半ぐらいか、80年代後半ぐらいでしたよね、まあ、ありましたし、あとあのアメリカでもトイソルジャーって
ご覧になったことあります？いや、ないです。トイ・ストーリーはすごい面白い映画、まあ、これは DVD にもなってるんですけれども、うん、あの要は学校版ダイハードで、うん、学校がそのテロリストに占拠されるんですよ、全寮制の。で、立てこもるんですね。で、主人公は高校生たち でどうしようって言って、で、最後自分たちの知恵を振り絞って、そのテロリストたちと戦っていくっていう、あ、そういう映画で、それもなんか、まあ、高校生が舞台、あの主人公で、そんなこんな変な映画じゃないから、あまりそんな殺し合うとかっていう、そんなないんですけれども、まあそういうあの知恵を、起点を引かせて、テロリストたちとこううまくこう渡り合っていくみたいな話で、まあ最後は結構アクションシーンとかあるんですけれども、やっぱりその学校、学園が戦場になるっていうのが、なんか戦場になるって、その殴り合いじゃなくて、本当のなんかもう戦争みたいな感じで戦場になるっていうのは、やっぱりどっかの時期までずっとファンタジーとして機能してたんだなっていうのは。ハレンチ学園なんかもハレンチ大戦争。あ、なりますね、最後の方も本当の戦争になりますから ね。やっぱどっか妄想としては、うん、やっぱりあのティーンエイジのお客さんからしたら、うん、日常でね、大半を占めてるのは学校ですからね。そうです、ね。それその中でなんていうか、うん、そういう爆発的なことが起きてほしいみたいな。あるんでしょうね。あるんでしょうね。でも、うん、そうだけど今は、うん、外国も含めてもそんなにそういうようなのは、まあ、流行りなのかもしれないですけど、あとまあ多様性でやっぱり別にあの学校行かなくても別に良くなったり、いろんなその学び方とかもねあったり、自宅学習とかありますし、まあ今はちょっとオンラインとかそういうのもありますし、まあそういった意味で本当にもう学校に絶対行かなければならないみたいな、刑務所みたいな形のそういうようなものでももはやなくなったからっていうのはあったのかもしれないっていうのはありますよね。だからそこまで本当に学校をそこまでぶっ潰したいとか破壊したいっていう、そんなにそれがみんながみんなに信なんか受けられるほどのものでもなくなったっていうのもあったのかもしれないですけど、私の僕は子供時代に少年マガジンで読んでた愛と誠っていう漫画も、はい、最初はそのお嬢ちゃんお坊ちゃん学校に大河誠って不良生徒がある事情から転校してきて引っかけ回すっていう話だったのに、その大河誠がふだつきすぎて不良ばかりの花園高校っていうところに転校するとそこではもう怪人怪獣怪人物が勢ぞろいで構想を繰り広げてるっていうね、ああいう あそこではもう完全に逆転して、秩序が逆転してて、先生っていうのはもう支配下みたいな、うん、で影の校長って言われてる、なんかいつも知恵の輪を してるちょっとあの頭の弱い人とかが出てきたりとかしてですね、なんか一つのなんていうか、最初はリアルな不良少年ものだったのに、だん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 なんかこうちょっと極端になっていくみたいなね、うん、でもそういうのってやっぱりその秩序っていうものがなんか逆転したりするのは見てて何なんですかね、ちょっと一種のガス抜きになるんですかね。なるんじゃないですか、やっぱそういう価値観の逆転みたいなところとかで、ガラッと価値観変わったら、もしかしたら自分も、まあ、公演デビューじゃないですけど、なんかこうなれるんじゃなかった、まあ、いや、あれですよ、異世界転生もんですよね言ってしまう今で言う、だ異世界転生ものって、その世界自体が自分のところ別のところ行きますけど、前の時は世界別のところ行くので、世界自体が自分のいる場所は同じでもう変わってしまうっていうことじゃないですか、だからやってることも同じだと思うんですよねっていう、状況はガラッと変わったところで自分がやり直しで一気になんかそのヒーローを目指すというか、なれるかもみたいな、なんかもう一回なんか再チャンスみたいな、はい、そういう感じです。だからそういった意味では形フォーマットを変えてるだけで、まあ変わんないでずっと来てるのかなみたいなところはありますよねっていう、そのフォーマット自体はその当時のね、当時とか今であったりとかの、まあ、その流行によっては変わっていくけど、結局その核って言いますか、軸はやっぱ変わらないんだなっていうのは今の話でなんか分かりましたね、はい、というようなところ で、このビデオのパッケージも書いてありますように、はい、世紀末最後の戦場は学園だと、はい、はい、形で1999年の世紀末、まあ、実際世紀末は2000年でしたけど、あの、はい、の、最後の戦場は学園だという映画ですね、はい、クラスオブ1999処刑教室2でございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。